イレブンスポーツは複数の国で展開しているスポーツのインターネット配信会社である。本社はイギリスロンドンにある。ロゴイレブンスポーツは主に第三国での各種スポーツの配信を中心としている。2015年に設立され、2016年にポーランドで、会一の台湾でプレミアリーグの配信を開始。2017年、アメリカのケーブルテレビチャンネルを買収し、 イレブンスポーツネットワークとして運営。2020年11月、サッカー専門の配信サイトであるマイクドジューを買収したと発表。日本においては、2018年10月に、イレブンスポーツネットワーク株式会社を設立。2019年3月に、プロ野球の2軍戦の無料配信を開始。2020年からは、有料配信を開始した。 月額980円で NPB2 軍のうち北海道日本ハム、巨人、広島を除く9球団の主催試合を配信。内各比1試合は無料配信される。2020年には台湾プロ野球のうち楽天モンキーズの試合を中心に1日1試合配信されていた。2020年12月より日本テレビと提携し日程レジータスにて放送される。 NFL 中継及び関連番組の配信を開始。配信される番組については NFL On n i t e n G Plus を参照。以下のコンテンツは無料配信となる。11コンプレッツアクイチションオブマイクドジュー、HTTPS、マイクドジュー、TV、EN、メディア、アバウト、アス、マイクドジュー、ミックスド、ゾーン。 イレブンコンプレッツアクイジションオブマイクドジュ中2021年5月15日閲覧イレブンスポーツが2軍戦を無料配信できるわけ少数精鋭や機材変更で製作費用幅削減スポーツ放置2020年3月1日閲覧動画配信サービスイレブンスポーツプロ野球ファーム年間500試合無料週刊アスキー 2020年3月1日閲覧。有料プラン、11スポーツプロ野球プレミアム3月1日より、会員登録開始。PR タイムズ2020年3月1日閲覧。NFL オンビテレジータスが、オンラインサービス開始。NFL ジャパン。 https://nfljapan.com スラッシュヘッドラインズスラッシュ590072021年7月11日閲覧。イレブンスポーツで関東学生アメリカンフットボールの試合配信が決定。 https://elvensports.jp コロンススララッッシシュュ e スラッシュアーティクルスラッシュ75202021年5月14日閲覧。ありがとうございます。